おはようございます。よろしいでしょうか。はい、失礼します。おはようございます。友達もみんなそういう話は分からなくて、男の子の知り合いもいなかったし、やだ、そんなんじゃありませんよ。え？5時でしたけど。お願いします。これってズボンですか。はい、お任せください。慣れだと思いますよ。私も最初からうまくできたわけではないので。ドクターも頑張ればすぐうまくなりますよ。はい、私の目に狂いはありません。絶対大丈夫です。針だけには注意してくださいね。怪我人第1号はドクターだなんて笑えないですから。心配してあげてるんですよ。せめて工房にも筆の誤りぐらいに言ってくださいよ。例えが猿なんてちょっとショックです。
まだ時間がかかりますから、ドクターは散歩でもしてきてくださいよ。ここにいられると気が散っちゃいます。はい、いってらっしゃいませ。ちょっと顔貸してくれねえか。取って食おうってわけじゃねえよ。話をするだけだ。そこの客までいいだろう。気の済むようにしな。あんた、もう見れと。どうなんだよ。いいね、日本人同士で。ドクター、あんたの手の速さには負けたぜ。まあ別にいいさ。日本の娘なんざ、ローマでナンパすりゃいくらでも引っかかってくるからよ。それより聞きてえのはあんたの。あんた、何者なんだよ。どうもこうもねえよ。このお膳立ては全部あんたのためなんだろう。本当に知らねえのか。あれはメイドのことだ。そうだ、聞きてえか。いいぜ、ただし条件がある。マジで怒ってんじゃねえよ。安心しな。もともとあの4人には手をつけちゃならねえと、そういうことになってるのさ。人質みてえなもんだからな。どうやらそれぐらいは見当がついてたみてえじゃねえか。人質をメイドにする理由がわからねえ。3年前からだな。ここがこんな風になっちまったのは。それまではもうちょっとこう普通っていうか、こんな芝居じみた真似をしなくて済んだんだよ。これが会長のご意志なら俺も文句はねえんだが、
俺の実家は代々コムニオンの一員だったからな。ご当主様一族の家風には詳しいつもりさ。拾った孤児を育てて使用人やメイドにするのはパドリーノ家の伝統だ。この屋敷の使用人も以前はそんな身内だけでうまくやってたんだよ。それがよ、くそ、あの女が来てからだ。秘書様さ、秘書様さ、なげあるか。会長が契約してどこかから連れてきたのさ。得体の知れない女だぜ。秘書として優秀なのは確かだが、それ以上にどこに何があるとか、これから何が起こるとか、預言者みたいにズバズバ言い当てやがる。そのおかげで会長はあの女にぞっこんだ。あの女の言うことなら何でも聞くようになっちまった。俺はジョバンナ様をメイドにしたのも、あんたに好き勝手なことをさせてるのも、みんなあの女の差し金じゃねえかと踏んでるんだ。ああ、身内の話だ。その名前は聞かなかったことにしない。それよりあんた、あの女から目的を聞いてねえのか。どんなのだ。そいつは俺も聞かされた。他には。なんだそれ。そうだな、駒に聞いても無駄ってわけか。まあせいぜいあの女にたぶらかされないように気をつけな。仕事ですから。そうなんですか。はい。心配してくださりありがとうございます。Thank you.
こういう時はお昼寝が一番ですね。冗談ですよ。できてないです。ただ、ここにだけは近づくなって。ドクター、まさかここに入るつもりですか？そんな、いけません！だって助けを呼ぶって言っても、誰を呼べばいいんですか？かえって、ひどい目に遭わされますよ。私もお供させてください。私が行きます。ドクターはここに残ってください。お仕えする人が危ない目に遭うのを黙って見てるなんて、私そんなこと絶対にできません。お願いします。ご自分でなさろうとしないで、こういう時こそ私を使ってください。私はあなたのメイドですから。
初めて見ました。こんな場所があったなんて。薬品の匂いがしませんか？確か病院でこんな匂いが。ああ、やっぱり。ドクターはやっぱり医学部ですよね。あ、だからドイツ語。ここに来なかったら音大のピアノ科に通ってたんですよ。入学してすぐ休学しちゃったから、今はもう前みたいに弾けませんけど。あ、すみません、こんな話。からですか？はい、行きましょう。
どうしたらいいのでしょう。あ、そうですね。きっと誰か助けに来てくれますよね。大丈夫です。まだまだ平気ですよ。